スネーフェルマウンテンコースは、マウンテンコースとも呼ばれ、英国オーリオマン島にある、ロードレース用サーキットのこと。一年に一度開催される、マン島 PT レースや、マンクスグランプリモーターサイクルレースで使用されている。サーキットのコース長は37.73マイルあり、200以上のカーブと、海抜0メートルからスネーフェルの山頂近くまでの1300フィートを超える高度までを、要する、 クライムコースである。ここは世界最古のモーターサイクルレースサーキットであり、現在でも使用されている。一番難しいと言われている箇所はラムゼーからブランディウェルを通りダグラスに抜けるマウンテンセクション。ここは地方道路 A18 号を使っている。レースで使用される道路はすべて公動で、通常は日常の交通に使用されているもので、予選時と本選時のみ、 車両通行止めとなる。行動のため、電話ボックス、電柱、バス停などを保護するために、藁束で作った俵が使われている。行動封鎖は法令によりなされている。本線及び予選の間は、見物人は、その観覧地点に止まっていなければならない。ローズオープンの車が通過し、マーシャルの指示が下された時のみ動くことが許される。 道路封鎖に伴い通常の生活はなくなり、ものすごい数の円数ジアストで小さな島は溢れかえる。TT レースの週の直前の日曜日は、マットサンデーと呼ばれ、数時間、自動車が閉鎖されたコースにモーターサイクリストだけが、レース走行の向きにのみ走行が許可される。ラムゼーからダグラスに向かう参道は、速度無制限であり、マットサンデーに参加する数多くのライダーが、 負傷だけでなく、死に至っている。山岳部のコースは1911年のマンシュマ・ TT で初めて使用された。この時すでにビクター・サリッチが予選時に死亡している。1920年代初頭までは、本選時のみの閉鎖だったが、予選日の早朝、カーク・マイケルで馬と荷車と衝突し、アーチー・バーキンが死亡して、以降、予選時にも閉鎖することになった。 1914年の第一次世界大戦以降1920年までレースは休止した。マウンテンコースとして用いられている山道は当時通常には荷車を通すための道だったため、道にはゲートが設けられ必要時以外は閉鎖されていた。当時のレースでは朝一番にそこを通過するライダーがゲートを開け、その日に通過する最後のライダーが閉めるという規則となっていた。 1920年代になると、道の状況が改善され、周回速度も速くなる。1920年の周回記録は5 5 6 2アワーで1939年 TT には9 0アワーまでになっていた。1923年には、サイドカーのレースも行われるようになり、スタンデー・ウッズが10回目の TT 優勝も達成した。 サイドカーレースは3年しか続かなかったが1954年に再登場している。1931年、ジミー・シンプソンが80マイルパワーを超えるラップスピードを記録。1937年、フレディ・フリースが90マイルパワーを破った。レースは第二次世界大戦により再び休止。1947年に再開し、家畜の伝染病である。 工程液の大量発生のために中止された2001年を除いて現在まで毎年開催されている。ライダーたちの使用するモーターサイクルのエンジン排気量は 50cc から 1300cc、走行距離は37.73マイルのコースを2周回から10周回である。シニア TT レースのラップレコードは2018年のシニア TT レース中に ピーター・ヒックマンによって記録された平均速度135.45 2マイル e per h で16分42.778秒です。レース記録もヒックマンによる1時間43分08065秒。同じ6週のシニア TT レースで達成された平均時速は1 3 1 7 0 0マイル e per h 最高速度記録は2006年に ブルース・アンステイが記録した206マイルパーアワーで、ある。ヘイルウッド、エスハイト・ランフェル・クルクシャンク、エスコーナーター・ベンズ・パーラメント・スクエア・グランド・スタンド、ピット現在のコースは、以下のルートを通る。起点及び終点はダングラス。 h <noise> t t p w w w g o v i ス m ッシュ n e w ス r a n s p o r t t t m o t o r c y c l e r c e x m l 2 0 0 6 t t m o t o r c y c l e z e r o e s c l o s e ー z u z a p u b l i c トランスポートパブリックノーティスハット http コロンスラッシュスラッシュ www.bbc.co.uk スラッシュ dna スラッシュ h22 スラッシュ3 1 9 7 2 0 7 b b c g u i d e t oilofman ハット http コロンスラッシュスラッシュ www.ttwebsite.com history スラッシュ http コロンスラッシュスラッシュ www.ttwebsite.com スラッシュヒストリースラッシュミーティングした tt2001 the official isle of man ttwebsite.https コロンスラッシュスラッシュ www.iomtt.com <will>. <pt>. ス <ces> ラッシュメディアファイルツ2018リザルツレース0806 ポカーストアーズシニア TT リザルト PDF ハットアーカイブされたコピー。2008年1月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年6月9日閲覧。ニューアイルオブマントップスピードレコード。ありがとうございます。